ってみます。おお、いいね。違う。おー、なんか走るよ。そうそう、今入ってないのに入ったって言ったでしょ。ただアイアン前だ、ウッドばっかりそうなんで、ウッドなくなってアイアン下手になるよね。どう？確かに思いっきり振らない方がいいかも。もうダイソン、やった、思いっきり純ちゃんのアドバイス通り、うん、軽くね、思いっきり振らなかったらよかった。ナイス。もういい感じだけど、グリーンが転がる。サカボー、サカボー、でも本当に思うのはヘッドが効いてる全体的に、うんうんうん、あと、うん、なんだろう、長いかな、やっぱメンズだからかわかんないけど、普段でもユーティリティとかそんなことなかったな。そうだね、ユーティリティはちょっと短く感じるな。ヘッド効いてるのと、うん、フリングクラブ、さっきも打って思ったのは、うん、クラブに仕事させた方がいいなって思った。自分で打ちに行っちゃうとこうなりやすい。しっかりこうゆっくり、それこそ大きくがいいかもね。そうですね。いいね、飛んでるよ。ナイスショー、ナイスショー。ね、純ちゃん私向いてると思う、ね、本当に。いいよね、うん、なんかね、振り抜きいいよ。振り抜きいいよね、うん、失敗しない感じ。わーお、わー、大丈夫大丈夫、多分ネットかあるから。やっぱ近いんじゃない、球上り白目。ちょ、今入ってないのに入ったって言ったでしょ。お、来た来た来た、ナイスバーディー。完璧、超簡単なバーディと下入ったけど行くんじゃない。おお、ミスがない、これいいかもね。ちょっとダフった。こういう芝が薄い時はピッチングで転がします。なるほど、左足、右足寄りに置いて、うん、低く出す。うまい。ペチ。惜しい。うまい。これだね、技。すごい。これが技。
あれ？あ、全然転がんなかった。おきゃ、ナイス。ナイスパー。ナイス寄せからの。はい。パーパット。調子悪いとき続くときあるじゃん。ある。もうスランプでさ、それででも生き続けることだ。諦めないで。諦めないで。ナンさんは何が得意なのかな。ユーティリティかな。ユーティリティかな。構えたの一番好き。一番好き。安心感。安心感だし、飛ばしたいしっていう気持ちがあるから。一番楽しい、ね、勇気大なんだっけ。勇気大なんだっけ。ユーティリティは大丈夫。ウッドがダメ。初めて見たらびっくりしたもん。パー5でセカンド5番やん持ってるから、何やってんだろうと思って。そうだよね。クラブ全然ないか、入ってないか。じゃあそれはウッド練習した方がいいよ。違うよって。それからなんかやっぱクラブ変えないとダメだなって、足すか変えるかって。うまいから、打ってさえ打てるようになればもう全然ここはもうなし。アイアンうまいから、アイアンうまいじゃん、打つばっかりそうなんで打ってうまくなって、アイアン下手になるよね。それを両方重なってきた時に初めて70代出る。コーヒー飲もう。よし、さあコーヒー飲んで帰ろう。そうだね。